これは幼児にですね、プラスマイナス、正の数、負の数という概念を、その正の数、負の数そのものを教えるんじゃなくて、概念を教えてみようと思うんです。できるかどうかやってみなきゃ分かりませんけども、まあ、教え方だと思うんですね、あとは。で、まあ、教材を作っているところを初めて公開いたしますが、まあ、最初はこう、プラス君、マイナス君っていうのでこう入っていくわけですね。で、この段階でまあプラス、マイナスというまあ名前を覚えてもらうと。そして、これをちょっと擬人化しまして、プラス君は何人いますかとかって持ってくるわけですね。プラス君は3人ですよっていうふうに持っていく。こういうふうに教材を作っていくわけです。で、今度は、どっちが多いかと、マイナス君とプラス君どっちが多いかって持っていって、そして、今作ったんですけど、こうして、プラス君は何人、マイナス君が何人というふうにして、プラス君はプラス君同士、こう、何人いるかということを計算させるわけですね。で、これは、赤がプラス君ですけど、プラス君、どっちが多いか、マイナス君何人か、こうするとプラス君、マイナス君、どっちが多いかというふうに持っていくわけです。そこで一つのネックというか難しいところが出てくるわけです。それは何かというと、違いという言葉なんですね。違い。で、違いというその言葉は引き算の概念なんですけど、その年長児でもやっぱりこうある程度教えないと違いという言葉は理解できないわけです。そこで違いを教えるにどうするかですけども、そこで一つ回り道をするわけですね。例えば、ここにプラスを2つ置いて、で、マイナスを黄色にして、こうしてやれば、ここでこれが違いだよって教えるわけです。まあ、引き算っていう言い方はしないでね、でその教材をこう作るわけですけど、プラス、プラス、マイナ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 ス。で、これで違いはいくつくと。最初は簡単にしておいて、で2回ぐらい用事をやりますと、もうそれで学習してしまいますから、もう3回目からは自分で答えますが、まあ、回転の速い子どもはもう、1回学習させますと、もう覚えてしまいますね。ですから、こうしてやって、今度はプラス君、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 マイナス君、マイナス君とか持ってくるわけです。まあ、あとはもう40年のキャリアがありますので、子どもたちがどのような反応を示すだろうかということは、大抵まあ頭の中で想像できるわけですね。あ、この時はこういう反応を示すだろうなと。で、こういうふうにまあ言うだろうなっていうのが分かるわけです。こうしてまあ毎回教材を作ってるんですけど、この想像しながら教材を作ってる時って楽しいですね。いわゆるなんていうんですかね、他人の真似をして教えるっていうのは実に簡単なことでありますが、つまらないですね。ですから、どうせ教えるというか、どうせ自分の時間を使うんなら、何事につけ自分のオリジナルで、やっていきたいなというふうに思っております。で、まあこうしてやれば違いはいくつという、この違いが分からないとプラスマイナスの概念が教えられないんですね。ですからここで違いという言葉を教えるわけです。で、違い、引き算という言い方しないでね、まあここのところはね、おそらく年中児では無理だと思いますが、まあ年長児になりますと、ちょっと教えれば8割ぐらいの子供ができるようになりますね。違いはいくつと、例えばプラスが2ってマイナスが1、2、3、4、これが違いだよと教えます。そういう形で持っていくわけですね。そして今度は
その途中で数の流れを教えるわけですけども、まあ、数直線という言葉は使えませんので、ここは何だとかね、0と2プラス2の間、そしてここからこのマイナスの、いよいよマイナスの世界に入っていくんですけど、このマイナスの世界に入り方は意外と簡単なんですね。これでお遊びをするわけです。今プラス、ここに 0にいると、上行くときはプラスと言いますよと教えるわけです。1、2って、今度下に3つ行くよ、1、2、3、どこ行きたって言うとマイナス1、また下に2つ行くよって言うと1、2、どこ行きたマイナス3ってこう答えるわけですね。こうしてまあ遊びながら、プラスマイナスの概念を教えていくわけです。で、最終的にはどこまで持っていくかってことですけども、目標がやっぱりあるわけですね。どこまで教えてやろうかっていう、でどこまで教えてやろうかっていうのは実はここなんですね。で、ここまでできるかどうかってことなんですけど、マイナス2とプラス3、違いはいくつとこう来るわけです。違いはいくつと、でプラスの方が1つ多いよと、計算的にそれも計算できてしまうわけですね。で、そこまで持っていくのが今回のレッスンの目的なんです。幼稚園児でそこまで理解できるかどうかということなんですね。プラス1とマイナス4、違いはいくつで、マイナスの方が3多いよと、そういうふうにこう持っていかせる。違いはいくつと、マイナス3とプラス1の違いはいくつと、それでマイナス2と、子供がマイナス2というふうに答えられるまで持っていくんですけど、そこまでできたらもう、これ実は中学生の、レベル的にはもう中学校のレベル入ってるわけですから、じゃあ幼児に中学校の勉強を教えるのかっていうと、そうではなくて逆なんですね。幼児の方に、実は私たちが考えるもはるかの大きな可能性を持ってるわけです。それを何ですかね、カリキュラムというおかしなそのものでですね、それは幼稚園で教えちゃダメだとか、これはその幼稚園で教えることだとかっていうふうに誰かが勝手に決めてしまってるんですね。いわゆるその体系的に決めてしまってるわけでして、それがその正しいか正しくないかっていうと誰も正しいと思いませんね。幼児の持つ可能性というものをむしろ逆に潰してしまっているように私は思いますね。先週は分数を教えてみましたけど、ちゃんと理解できるんですよ。それは YouTube の方で見てくださればわかりますけども、理解できたということは最後の最後まで50分のレッスンの中でですね、子供が笑いながらやったということが何よりも私は証拠だと思います。で、まあ一応こう、まあ、最初の部分とその私の教材の作り方 のコツなんですけど、最初の部分とそしてこの最後の部分が、まあ、できればですね、もうちょっとやってみたいなという意欲はっていうか欲はあるんですけど、やってみたいかな、やってみたいなと思うんですけど、それはまあ別にしてですね、その途中のここからここへ来る、こう来る、こう来る、こういうふうに来て違いを教えてこう来ると、でそうしてまあお遊びをして、間をこの間でこの、あ、これちょっと無理だなと、そういう時にはもう一つここに間を入れるわけですね。でそれがまあ教材作りのまあてか経験もありますな。子供がですねどのような反応を示すか、まあ、この結果はですね、来週月曜日から明後日からで教材でやってみますので、興味のある人はまた見てください。あとはまあ黙々と教材作りをしますが、教材作りをこうして公開するのは今回が初めてだと思います。まあ、なんともこうメッシーな雰囲気ですけど、まあこれが私の職場なんですね。違いはいくつと、それはまあもうちょっとやらなくちゃいけないなという気持ちが今あるもんですから、その違いを作るわけですけど、大体教材作りに延べにすれば、今日は私一人ですけど、
みんながあの家族が暇な時は長男もあのワイフも手伝ってくれますので、延べにすればそうですね、4、5時間、一つのレッスンにね、4、5時間はかけてますね。まあ当然ですけどね、そんなことは。あのあとプリントしたり、最近あのプリントはあんまりやってないんですね。あのよく誤解されるけど、あの親にはあのプリント学習の方がウケるんですよね。あれなぜウケるかというと、あのあ勉強してきたなっていう形が残りますから。しかしこういう教材っていうのはあの形が残らないんですね。ですから親には受けが良くないんです。まあ何て言いますかね、あの遊んできたのか何やってきたのか分かんないっていうような状況ですからね。ですからあの違いはいくつっていうのをもう一つぐらい補足していきたいなと思いましたので、あのやってるわけです。違いはいくつと。で、マイナスの方を緑系にして。プラスの方を赤系にするというのに一応統一してるんですけど、だんだん足りなくなってくるわけですね。そうしますと、ピンクがない。そういう時に困りますね。たくさん用意したつもりなんですけど、そういうわけですね。で、負の数はマイナスにすると。で、違いはいくつと。なぜじゃあこういうことをやるかというんですけど、この時期にこう種まきをっていうか、ちょっとこう頭の中に入れといてあげますと、子供はあといろんな場所でそのこの記号を見たりした時にですね、あの自分なりに理解していくわけです。ですから、その時はまあできるできないだけの話で終わるわけですけども、ちょっとしたこう種まきをしておいてあげますと、あとはあの子供が自分で伸びてくれますからね。あの教えなくても、その自分でね、その日常生活あるいはそのいろんなまあ場でですね、そういうものを自分で学んでいくということが重要なわけです。ですからあの学校の勉強のように、この何て言いますか、できるできないということを判断してですよ、そしてあなたはここまでできましたということじゃなくて、幼児期はそうではなくて、そのまあ私種まきという言葉を使うんですけど、どのように種をまいていくかということなんですよね。その種まきの勉強だというふうに私は理解しています。まあ世界広しといえども、こういうことやってるのは私のとこだけですから、あえてまあ YouTube で公開し、まあ今までやってきた経験をですね、できれば後世の人に伝えたいなと。まあ後世というのはちょっと大げさですけど、あの誰の自分なりのね、その教え方というものを、あのまあこれがね、いい教え方なのか悪い教え方なのかということは、それは皆さんの判断に任せればいいことでして、私がとやかく言う問題じゃない。これでまあさっきのこの問題に入る前の段階の教材が一つここでできたわけです。マイナスとプラスどっちが多いですかと。
そしてプラスの違いはいくつ、違いは一つですね。